こんにちは、ダイスです。今回はエンジョイホンダ2022インときめしに遊びに来ました。これからいろいろ見て回るんですけど、車とかバイクとか置いてあるので楽しみです。それでは行ってみたいと思います。行きますよ。どんな感じ？あの車すごい並んでますね。めっちゃ外もすごい。バイクもすごいよね。バイクもすごい。まあ見ていこう。はいはい。交通安全の体験で視覚の体験のコーナーです。車から見て左右のバイクがすごく見えない位置にいるっていう体験をしたいと思います。はい。カブ、なんか初めて乗った。カブってこんな感じなんだ。で、バイクがここにあって、はい、車がそこ、ここが視覚になってる。そうです。ミラーから見ると見えないみたい。行ってきますね。行ってくる？はい、行ってきます。律儀にシートベルト締めるんだ。締めてハンドルを持ってください。はい。ねえ、ドア閉めない。ああ、そうですね。あ、確かに見えない。ここだね、ちょうど。ちょっと持ってカメラ。こうやって見るとあれなのか。はい、こちら私の目線です。ミラー見えないですよね。株がさっきあるのこっち側なんですよ。で、乗り出すと確かにわかる。ここまで来ないと全然見えないんですね。わ、すごい。まさに視覚です。はい、NSX GT3 発見しました。めっちゃかっこいいです。本当今回通してめちゃくちゃ知りたいな。はい、こちらが実車です。めっちゃかっこいい。軽量されてますよね、完全に。すごい、下全部カーボンですよ、これ。おー、すごい、すごい。エンジンめっちゃいっぱいある。最後こんな感じです。めっちゃ、やばい、見て、鳥肌上がっちゃうな。すごいですよね、全部開いてるので、ここにシャルクついたり。ちょっと分かんなかったけど、マットなんだね。ここにサメ肌っていうのは、サメの本物から。すごい、あるんですか。すげえ。セリアです。前も行きましょう。どういう時にされて、あ、ホイールが、いや、めちゃくちゃ大きいですね。すごいかっこいい。ゼロから1ですね。はい、続いてしょうか。はい、こちらが実車です。めっちゃかっこいいです。しかも長い。失礼します。回ってみます。タイヤのやつがすごいですね。はい、横側はこんな感じになってます。後ろすごい。初めてこんな近くで見ました。すごい、塗装全部マットです。乗るときってカラーなのかな。ここ2台こんな感じで並んでました。いろんなブースある。ロボット草刈機ある。草刈機、草刈機。すごいね、これ草刈機なんだね。形も可愛いですよね、丸っこい。はい、はい、続いてなりきりトライアルライダー、バイクの体験ができるコーナーで体験させてもらおうと思います。これから体験です。よろしくお願いします。はい、バイク乗ってるんでね、多分大丈夫だと思いますよ。じゃあ、こちらに行ってきます。すいません、気をつけて頑張ってください。かしこまりました。じゃあまた会いでいいんじゃないですか。せーの、はい、せーの、はい、こんな下がるんだ。はい、立てるよね。
い。わかんない、見に行ってこうだよね。知らんけど。こんな感じでした。できない。ね、いや、できる気がしないよ。すごい。めっちゃね、手の力。はい。じゃあ、こちら戻します。はい。せーの。重くて申し訳ないんだけど。めっちゃかっこいい。ラジコン持ってますけど実写はすごいですね。迫力が本当にかっこいいです。ブレーキパッドに NSX がついてます。すごいね。50周年のシビックハイポールって入ってる。はい、ZRV 見ました。車もね、はい、結構並んでて、はい、バイクもあったりね。バイクもいろいろありますね。純正の装備ね、すごい、はい、うん、ベゼル、ベゼルありました。どう？乗ってみる？なんかこんな感じで、すごいボタンがいっぱいあります。へえ、で、ナビが大きい。すごいですね。こんな感じ。イメージ。イメージ。これがね、特徴だよね。クラッチコントロールバースのシビアなバッタリー、はい、ヒッターバイクどうですか。でかい思った以上にでかい。すごっ。今度は CBR の250ダブル、はい、安心する大きさいいよね、はい、あ、やっぱかっこいいな。これでも結構250、そう思ったより前ですね。250頭が見ていい感じだよ ね、すごい見やすいかも。この目線にあるんだね、メーターが。結構前の方にあります。すごいすごい。大型。どうですか。大型だ。大きいからな。怖いなって思いましたよ。撮ってたら終わりだよ。そう思いました。ね。はい。夢だけどね、かっこいいから。外の会場ではプロのライダーさんがトライアルバイクショーをやっていたコースとかね、コースとかがあります。あと向こうにも、うん、タイヤ交換チャレンジってちょっと混んでてね、そうあれなんだけどありましたね。フワンカーみたいな、うん、車のタイヤをフォーミュラーカーが、そうそう、もうタイヤ交換ができる、すごい体験もあったみたいな、ね、音がする。音しますね。こんな音すんの。そうそうそう、工事現場だよすごいんだね。ということで今回はエンジョイホンダ2022 in 時メッセですね、はい、に来てみました。すごい楽しかったです。
今年20周年ってことでね、初めて来たんだけど面白いブースでした。はい、はい、よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやってます。概要欄の URL か大チャンネルでメッセージフォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you.